ガム模型上で製作されたオールセラミックオールセラミック工房面管。オールセラミックは歯のクラウンやブリッジ治療における金属を使用しない最新の治療法。歯のクラウン及びブリッジ治療においては十分な強度を確保する必要がある。通常、前歯には裏側に金属加工したプラスティックやセラミックが、奥歯には金属のかぶせ物、または 金属加工したセラミックが使用される。また、ブリッジ治療においても、欠損した歯の両側の歯を削ってから金属で、クラウンを連結する。これらの手法においては、金属アレルギーや歯肉の抗体等による金属の露出によるブラックラインの出現等、いくつかの問題が報告されている。そこで、金属と同等以上の強度を持つジルコニアや、 アルミナなどのファインセラミックスを歯科に応用し、カナダドル、CAM やそれらと連動した削り出し、機器を用いることで、ジルコニアセラミックスによる歯のクラウン及び、ブリッジ治療が可能となった。これは、金属アレルギーや、ブラックライン出現リスクの回避のみならず、心理歯科の観点からも有用である。日本国内において、ジルコニアセラミックスによる治療は2005年に、 デンププライ社により、セルコンという名称で、厚生労働省の医療用具としての認可を経て、開始された。海外では2002年より現在まで200万人以上が使用している。2006年度以降、その他国内外の歯科関連会社が新たに参入しており、今後の歯科治療において、金属に代わる素材としてジルコニアは大きな期待をされている。 現時点で世界の主流として使用されているセラミックとしてはエンプレスがある。ジルコニアよりは強度は落ちると考えられるが、心理的に優れた高強度のセラミックとしての歴史的な評価は非常に高い。一般に神秘性重視であればエンプレス、強度重視であればジルコニアとの意見もあるが、ジルコニアをコア材と考えた場合、蓄積する搭材の強度こそ重要である。 また材料学的問題より、印象採得による得られた模型の正確性や、交互接触関係の再検討、治療の精度こそ、長期的な予後の安定につながるのは自明のことで、使用材料にあまりに重きを置いた、修復計画は、破綻を招くものとなろう。材料の優劣には見解に相違がある。ありがとうございます。